Welcome back to our channel. This is How Much Is Your Outfit in Tokyo. In this video, we are showing what are people wearing, what current hype trends are popping in Tokyo. Let's get started. リオンです。お二人お仕事は何されてる方ですか？私は大学生で、お仕事なんだろう、バイトです。バイト、はい、会社員で働きながら、まあ、フリーでモデルやったりとか。あ、モデルさんなんですね、はい、どんなところに出られるんですか、モデルさんとして？ちっちゃい感じのスポットなんで、はい、全然メインではないです。まあ、アパレル系とか、あ、アパレル系とか、広告とか、そういう系を、まあ、ちょこっとやってるっていう感じですかね。なるほど。じゃあ女性の方から今日身につけてるもの、ブランドと働きのお値段、はい、上から下まで聞いてもいいですか？これはアークテリクスで多分6万5000円くらいで買ったもので、はい、スカートがディーゼルで2万くらいだったと思います。ぐらい普通サロモンで3万4万くらいで買った記憶があります。サバンはフライタグで3万4万くらい。なんすかその可愛い。でこれマーティンキムっていう韓国のウサちゃんとヒューマンメイドのキーリングつけてます。それぞれいくらぐらいでした？多分6000円7000円くらいで、これは4000円しないぐらいです。ちなみに中は何着てます？中は韓国のブランドのガルプタっていうブランド着てます。5000円6000円ぐらいです。5000円ぐらい、はい、OK、 ありがとうございます。ネックレス今、はい、ヘブンっていうネックレスつけてます。2万5000円ぐらいだと思います。2万5000円ぐらい。リングはディーゼルです。1万3000円ぐらいです。爪いきましょうか。せっかくなんで。爪見せます。可愛くないですか？めっちゃ可愛いです。あの男があの言われて困る、爪可愛くないですかって割と上位っすよね。OK、 ありがとうございます。じゃあ次同じような流れで聞いてもいいですか？アウターがバレナっていうイタリアのかっこいいやつ。5、6万、5、6万ぐらい。中は古着のハイネックのニット2万円しなかったぐらい。レザーパンツがドリスバンノッテンのレザーパンツ、うん、でこれは20万ぐらい。洗えるんですか？いや、洗えないっすね。洗えないっすよね。牛革だったかな、確か。ブーツはレッドウィングのアイリッシュセッター、まあ、よく行く古着屋さんで5万ぐらいだった。サングラスがレイバンの昔のやつで、でもこれメルカリで3000円ぐらい。ああ、そうなんですね。ピアスは母親からいただいたもの。かわいい。へえ、どっちも、はい、あ、そうなんですか。え、お母さんがつけてたものをもらったんですか？はい、もらって。へえ、そういうのいいっすよね。そういうのをずっと使ってます。 OK。 お二人お洋服に毎月いくらぐらい使いますか？まあ、月にもよるんですけど10万15万ぐらいはかけちゃいます。お二人のお仕事って何系のお仕事なんですか？ SNS マーケティング。 SNS の、まあ、アパレル系の、まあ、マーケティング。いくらぐらい使いますか？僕はもう15万ぐらいは使いますかね。普段コーディネート組むときに意識してることとか気をつけてることありますか？カラーをできるだけ抑えながらも小物で色を入れていくみたいなことに気をつけてます。いかがでしょう？昔は黒を着とけばかっこいいかなと思ってたんですけど、まあ、最近は色使い、まあ、暗くなりすぎないようにとか、まあ、色は考えたり。なるほど、なるほど。サイズ感とかはめっちゃ考えてはいいっすね。いますかね。じゃあ、OK、最後にどんな些細なことでもいいので将来の夢とか目標とかあったら教えてください。なんか自分のやってみたいことを全部やることと、やってみたい職業はとりあえず全部やってみようと思ってます。なんかパッと思いつくのあります？やってみたいこと、やってみたい職業。え、恥ずかしくて言えないです。恥ずかしくて言えないです、はい、OK、じゃあやめときますか。ありがとうございます。まあ親に孫見せたいぐらいですかね。素敵。まあ彼女いないんですけどちょっと時間かかるかもしれないですけど素敵な目標ですね。ありがとうございます。ジンとサラです。お二人はお仕事何されてる方ですか？飲食関係です。料理作ったりとかですか？そうですね。なんかどの辺のお店で働いてるとかって？沖縄から来て。今日沖縄からいらっしゃってるんですか？そうですね、旅行で。こっちが沖縄で、自分は大阪なんですけど。で、今沖縄に一緒に住んでらっしゃる。そうですね。ピザスタンドニューヨークっていうところとベニーズダイナーっていうカフェで働いてます。
今日身につけてるもの上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか。この帽子がお友達が作ってるハンドメイドのもので5000円ぐらい。上が彼のもので実は。あーそうなんですか。はい、タイムで3万しないぐらい。3万しないぐらいで、下が私これ GU のメンズで買いました。2000から3000ぐらい。スニーカーがアディダスのサンバで、はい、1万5000ぐらいじゃないかなと思います。1万5000ぐらい。サンバ今結構人気ですよね。かわいいですね。バッグはこれも彼のものです。2、3000円ぐらい。ユニクロのバッグ。あ、ユニクロのバッグなんですね。ピアスはこれはどこだろう。ちょっとブランド忘れちゃったんですけど3000円ぐらいのものだと思います。3000円ぐらいのもの。カナダで買った古着で30-40ドルぐらいのものです。オッケーです、ありがとうございます。じゃあカレさん聞いてもいいですか。帽子がフリー&イージーの帽子で5-6000円で買いました。5-6000円ぐらい、はい、ベストがこれが彼女からもらったやつで、カナダで買った古着です。50ドル前後ぐらいだったと思います。カナダに留学してました。ニットがユニクロで2000円ぐらい。パンツも GU で2000円ぐらいです。靴がクラークスでちょっといただいたやつになってます、ね、オッケーです。シャツは古着屋でポロのラルフローレン3000円ぐらいだ。3000ぐらい、はい、メガネはジーンズで1万ぐらいで、1万ぐらい。リングとブレスがガルニっていうブランドの、のでかっこいい。1万円とリングが2万円2万ぐらい。 OK です、ありがとうございます。お二人毎月お洋服にいくらぐらい使いますか。1万ぐらい、はい、1万ぐらい。今日はなんか東京に何目的というか何がなんかあったんですか。ご飯食べにクラフトビール、クラフトビールとか行きたいなって言ってるのがサミキと中目黒にあるクラフトビール屋さん。ありがとうございます、はい、じゃあ最後にお二人のどんな些細なことでもいいので夢とか目標とかあったら教えてください。20代のうちに行ける国を行けるだけいろんな国に行きたいなと思ってます。実は3ヶ月後にまたカナダに行く予定で、ワーキングホリデーで。寂しくないですか彼氏さんは。そうですね、ちょっと寂しいですけどそうですよねまあ楽しんできてもらいたいな。あ、素敵ですね。カレさんなんかありますか。まあ、待ってる身なんでめっちゃ健康で長生きできたらなって思うなるほど。ましろうです。こういちろうです。お二人お仕事は何されてる方ですか。コールセンターで働いてます。一緒です今おいくつですかお二人は。24になります。24歳。はい、僕23です。23歳。彼女さんの方から今日身につけてるもの、はい、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか。はい、このアウターがザラ6000円。6000円ぐらいでこれがシーンとかで買ったんでめっちゃ安くて多分1000円もしないくらいです、ね、へー。これもし1500円ぐらい。この靴がアグのブーツで、はい、多分2万くらいしたんじゃないですかね。これが、クリスマスプレゼントで買ってもらったんですけど、ガニーっていうブランドのカバンですね。値段は言わない方がいいですよね。オーケー、やめていきましょう。プレゼントなんで。カシオのやつなんです。あ、かわいいですね。これなんかセールでやってて8000円くらいで。8000円くらいで。買いました。そのお花のやつは一昨日ぐらいに、はい、なんか東京に多分初上陸したかなんか海外のブランドの服屋さんで買いました。ネックレスも、あ、そうです、一緒です。この、あ、そのお花のやつと。あ、そうです。あ、じゃあ、この間買った感じで。この間買った感じ。いくらぐらいでした？5000円とかですね。OK です、はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、カレーさんの方、同じような感じで聞いてもいいですか？マフラーがバレンシアガーで、はい、セールで買ったので、結構安かったです。3か4万ぐらい。で、コートはこれ、友達からのもらい物なので、ちょっと値段は分かんないんですけど。かっこいいですね。デニムがホワイトランド、2万円ぐらい。スニーカーが、はい、これ、三原康弘のスニーカーなんですけど、これは彼女からの誕生日プレゼントで。おー、めっちゃセンス。もらいました。かっこいい。インナーではスプリームのトップス着てます。1万5000円しないぐらいですか。バッグこれボッテガでさっき買ってきました34でした。いい値段しますねこれモスコットのレムトッシュ、あと日本限定のやつで。ピアスこれ分かんないです。アクセサリーとかあんまりしないので。あとはアプローチぐらいです。これ4万ぐらいです。4万ぐらい。 OK、ありがとうございます。お二人は毎月お洋服にいくらぐらい使いますか。多分5万くらい使ってます。5万ぐらい。僕も5から10ぐらいです。で、今月ちょっと跳ね上がった感じですよね。今月ちょっと大ですよね。バーンっていきましたよね。普段コーディネート組むときに意識してることとか気をつけてることありますか。色味で喧嘩させないようには
してるんですけど、たまにこういう色使いする時もあれば、真っ黒で抑える時もあればで、朝起きた時の気分で決めてます。カノさんどうですか？これ使いたいなっていうアイテムがあったら、もうそれに合わせて組んでいくっていう感じ。カノさんも天才系ですねお二人の将来の夢とか目標とか、どんな些細なことでもいいので教えてください。僕はモデルなりたいですなんかいいきっかけになれば、なんかやってるんですかモデル活動？全然さ今はやってないので、昔ちょっとだけ触りでやってたぐらいなんですけど。頑張ってください。ありますか？お金持ちになって旅行たくさん行きたいですね。最高じゃないですかいいっすねまさきです。みゆです。お二人学生さんですか？自分は大学生です。社会人です。今おいくつですか？二十歳です。自分も二十歳です。なるほど。じゃあカノンさんの方から、今日身につけてるもの上から下までブランドって買った時のお値段教えてもらってもいいですか？上はエピヌで、下は韓国通販で買ったんですけど、値段は1万弱ぐらい。下は3000円ぐらい。ブーツも韓国通販です。はい、5000円ぐらいです。バッグもエピヌで、新宿でポップアップやってて、はい、なので今日そのコーデにしました。ポップアップコーデ？そうです。なんか人形みたいについてますけど、これは韓国の人形であのエスターバニーって言って、韓国のエスターキムって方が作ったものです。 OK です。ありがとうございます。じゃあカリスさん行きましょう。ジャケットがショットのやつで、でもセカストで1万円ぐらいで見つけました。かっこいいですね。中がカルバンクラインのシャツで、これも古着で2000、3000くらいで買いました。パンツも古着で6000円ぐらい。6000ぐらい、はい、靴は GH バスのタッセルローファーです。3万ちょっとくらいですか、ね、3万ちょっとぐらい、はい、バッグはどこのですか？バッグはマーティンキムので1万3000円とか。いいですね。かっこいいですね。おばあちゃんとかお父さんのお下がりで。へー。小指のやつがおばあちゃんで、はい、いいですね。これも小指がおばあちゃんで、あ、こっちも小指はおばあちゃん、はい、これは本物の金の 18K って書いてある。多分そうです。あ、18金なんですね、はい、すごい。人差し指がお父さん。これはお父さんのやつです。すごい、いいですね。 OK です。毎月お二人お洋服にいくらぐらい使いますか？学生で今も金欠なんで、かけれて2万3万とかしか。2万3万ぐらい。アルバイトとか何してるんですか？今焼肉やってるんですけど、はい、この髪型のせいで今入れてないです髪型のせい、もう金髪だから来なくていいよってことですか？そうですね、店長に金髪にするんで入れなくなります。よし。お金よりもおしゃれを取ったと。あ、そうです。ロックンロールですね。かっこいいと思います。カノさんどうですか？物にもよるんですけど、2万より下ぐらいですかね。普段コーディネート組むときに意識していることとか気をつけていることってあります？サイズ感を大事にしてて、まあ、自分最近はタンタケが好きなんで A ラインとか。 A ラインってなんかこうじゃないですか？広がるし、はいはいはい、広がる、まあ、今日はちょっと違うと思うんですけど、はい、そういうの意識してます。カノさんどうですか？結構モノトーンが好きなんで、自分が好きな感じでその黒系とかにまとめるようにはしてます。なるほど、はい、今日はポップアップコーデだからたまたま白みたいな感じ。あ、そうですね。あんまり甘いの着ないんですけど、はい、今日はちょっと甘めですよね今日。はい、ミニにしました。あ、なるほど。じゃあ最後に、どんな些細なことでもいいので、将来の夢とかなんか目標とかあったら教えてください。カフェ開きたいです。頑張ってください。どの辺に開きたいですか？まあ意外にカノさんどうですか？夢というか、まあ、毎日楽しく幸せに暮らせたらいいなと思ってます。オッケー、次です。コタっています。お仕事何されてる方ですか？今は学生です。どんな学校行ってるんですか？服飾の学校行ってます。文化服装、はい、ありがとうございます。4回目ですかね？そのぐらいになります。よく合いますね。合いますねありがとうございます。じゃあ今日身につけてるもの上から下までブランドで買った時のお値段、はい、教えてもらってもいいですか？メガネがなんかメルカリで買った、もうすごい安いやつで2000ぐらいのリムレスのメガネですね。上着がイギリス空軍の60年代ぐらいのヴィンテージのやつですね。友達から買って1万円で譲ってもらいました。セットアップですか？そうです。下もそうで。下もイギリス空軍の。そうですね。生地も一緒で同じです。かっこいい。パンツはいくらぐらいで？これそんな高くなくて7000ぐらいで。7000。古着屋さんで買いました。シャツがこれチャップスのやつで、はい、これすごい安くて200円ぐらいで買いました。200円ぐらい。どこで買ったんですか？200円。地元の古着屋さんで買いました。でその下がアディダスのニューカッスルユナイテッドっていうのがサッカーチームのジャージで、ベロアなんです。ちょっとあったかいです。ネックレス100均だったと思います。ベルトもゾゾで買った安いやつで2000ぐらい。次がフェラ
ラガモのローファーで6000円ぐらいで買いました。リングがバイト先でなんかもらったやつでシルバーなんですけど、はい、もらったので0円ですね。なるほど。こっちが武蔵野美術大学の文化祭で買ったガラスのリングですね。1800円ぐらいで、それ学生さんが作ったものってことですか？そうですね。ありがとうございます。毎月お洋服にいくらぐらい使いますか？1万円以上は使ってますね。1万円以上はできるだけ安くお金ないので今アルバイト何してるんですか？派遣みたいな感じで。ああ、そうなんですか。お洋服あんまり関係ない感じ。そうですね、今、はい、洋服何着ぐらい持ってるんですか？ちょっと減らして、でも100はあると思います。クローゼットどんな感じですか？パンパンになってます。パンパン、もう入りきらないぐらいいいっすね。かっこいいですね。今日もありがとうございます。朝日です。ペナです。お仕事何されてる人ですか？サラリーマン でこっちは大学生。何系のお仕事されてるんですか？美容系です。カノさんの方から今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？これは朝日くんがくれたジャケットとトップスで彼のもので、でスカートはグレイルで買ったレザースカートです。3000円ぐらいだと思います。3000円ぐらい。じゃあもう忘れちゃったな。適当なお店で買ったものなんですけど。適当なお店で買った、はい、なんか可愛いブーツあったんで5000円ぐらいで多分買ったと思います、はい、なんかベルトとかアクセサリーとかも聞いていいですか？ベルトとかはシーンとかで買ったものです。ネックレスもシーンですか？シーンで揃えました、まあ、ちょっと僕の趣味に合わせて。今日はあえてこう紫コーデというか、よく色を合わせたコーディネートするんですか？自分が紫と赤好きなんで、はい、そっち系で合わせます、ね。素敵ですね。めちゃくちゃなんか目立ってました2人。ありがとうございます。いいですよ。じゃあカレさん聞いてもいいですか？これはアスクなんで、後輩のフリマのやりたいっていう形言われたんで、はい、まあ着てほしいってことで、値段が1万ぐらいですね。1万ぐらい。これがアディダスのトラックジャケット、古着屋で3000円ぐらいかな。3000円ぐらい。靴はアシックスの軟臭なんで履きやすいんで。これ4000か5000ですよ。4000か5000ぐらい。これがフリマなんで2000円ぐらいで買って、はい、これがグッチ、はい、でこれティファニーで、グッチティファニーいくらぐらいでした？グッチがこれもフリマなんで8000円ぐらいで、ティファニーが1万5000円で売ってたんですけど、値切って9000円。まあこれが一番気に入ってますね。はい、これはマルジェラで7万5、6000円ぐらいでしたかな。新品でこれはマルジェラで買ったんですね。っていう感じですね。オッケー、ありがとうございます。お二人毎月お洋服にいくらぐらい使いますか？アクセサリーとかが好きなんで、まあ服とアクセサリー合わせて大体4万5万ぐらい。 OK です。カノさんどうですか？1万円から2万円くらい。1万円から2万円ぐらい。アルバイトとか何してるんですか？は居酒屋さんです。居酒屋さんで。結構彼氏さんにお洋服選んでもらうこと多いんですか？趣味に合わせたいなって思ってるので選んでもらうことが多い。自分の趣味よりも彼氏の趣味に合わせたいと。なんかあんまり趣味とかこだわりがなくて、だから選んでもらった方が自分的にも楽だなっていう。あ、そうなんですね。ありがたい。すごい。でもなんか色を合わせるの素敵ですね。ありがとうございます。 OK です。じゃあ最後に、どんな些細なことでもいいので、お二人の将来の夢とか目標とかもしあったら教えてください。来年から留学に行くので1年間、それからの将来のことはまだちょっとわからないんですけど、とりあえず海外で視野を広げていきたいと思います。どこ行くんですか？オーストラリアです。1年間寂しくないですか？大丈夫？忙しいんでしょ？おー、強いですね。OK。 じゃあカレさん、もともとファッション大好きなんで、ファッション関係のことをやりたいなと思ったんですけど、まあそれの勉強のために今営業職やってるんで、30手前には頑張って独立を目指してはいるんですけど、ちょっとどうなるかはまだわからない。今おいくつですか？今僕は一昨日で24なんで。おー、おめでとうございます。夢に向かって頑張ってください。ありがとうございます。田村龍介です。何をされてる方ですか？学生です。何系の学校行かれてるんですか？建築系の学校に通ってます。じゃあ今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段教えてください。まずこのマフラーが、モンマルトルニューヨークでメルカリで2万ちょいぐらいで買いました。2万ちょいぐらいで。でサングラスがこれブックオフで買って500円ぐらいだった気がします、はい、コートはこれもブックオフで買って2000円しないぐらいですかね。で
パンツがこれザラのレディースですね。セールで4000円いかないぐらいでしたね。なるほど。で靴がプラダスポーツのやつで、はい、これもメルカリで2万ぐらいですかね。ネクタイは下北のヴィンテージショップで買ったやつなんで5000円ぐらいでしたかね。5000円ぐらい、はい、シャツはこれ就活用のシャツで、就活用のシャツ普段使いもしてると、はい、ピアスがスリーのフープピアスですね。7万ぐらいでしたかね。毎月お洋服にいくらぐらい使いますか。使うときはほんと15万ぐらい使いますかね。結構使いますね。そうですね、もうバイト代全部洋服にみたいな。アルバイト何してるんですか。ラーメン屋と映画館でバイトしてます。稼いだバイト代は基本的に洋服に。そうですね、基本的に洋服に費やしてます。なるほど。いいですね。将来の夢とか目標とかもしあったらどんな些細なことでもいいので教えてください。まあ、いつかちょっとモデルの仕事もやってみたいなというふうにちょっと考えてるんで、12月ちょっと頑張りたいなというふうに思ってます。いいですね。